伊達橋は、福島県伊達市にある道路橋である。伊達橋伊達橋一級河川阿武熊川を渡り、国道399号を通し、車道用、歩道用2本の橋が現在共用されている。車道橋の東詰めは、伊達市箱崎矢座沖前、西詰めは同市前河原に位置し、歩道橋の東詰めは、箱崎矢座沖前と、地中川橋の、 西詰めは前河原と水抜きのそれぞれ境を成している。車道橋部分は当地に架けられた橋梁としては三代目に、当たる1966年に竣工した全長288メートルのワーレントラス橋であり、橋上は上下対向に車線で強用されている。走行費は2億6848万円。上部港は宮地鉄工所による施行である。 歩道橋部分は二代目の橋梁にあたる1921年に、竣工したポニーワーレントラス橋であり、旧建橋と呼ばれている。1971年まで、福島交通班万堂線の鉄道道路併用橋として共用されていたが、路線廃止に伴いトラス部分の改修と、レール撤去などの改修工事が行われ歩道橋へ改築された。近代土木遺産 B 群に指定されている。 阿武熊川東岸にある小原町や福黒村箱崎の増水時の交通不便を解消するため、私船に代わる河橋をすべく、箱崎の有力者、小野京一を中心に、達中央橋組合が設立され、1907年に、当地における初代橋梁、伊達中央橋が開通した。全長245メートル、福音3.6メートルの木製橋で、 有料橋として運営されていた。総工費は当時の価格で6,966円。1908年には新立軌道が開業し、列車が橋を渡るようになった。軌道の開業により、西岸の長岡村は物流のハブとして重要な拠点となり、相対的に軍役所を西岸の末獲得した小氷町の拠点性は低下していく。1913年、 阿武熊川で大規模な増水が発生し、橋梁が流出。市営の橋であったために最下橋に必要な資金が賄えず、この地は再び渡し船を利用することになったが、不便であったため即座に、伊達軍議会は、県知事に対し鉄製永久橋業仮設の移転書を提出し、必要性が県議会で認められ、補助金の拠出が決定した。一方、長岡。 箱崎の北に位置する氷では、新たな下境位置を下流の氷よりにするよう建設費の拠出と引き換えに、軍議会に根回しをしており、当地に掛け替えをするものと思っていた長岡、箱崎側は劣勢に立たされる。軍役所の小原からの移転に関し、桑織に協力したにもかかわらず、手のひらを返される形になった長岡の人々は、軍議会当日、 軍役所などを1万人以上の大群衆で、取り囲み議会の妨害を図ったが警察により、排除され、議会で、氷寄りの福黒村伏黒での佳境が決定。これを知った、長岡の住民は賛成した議員などの自宅へ、投石や放火を行い、16名が有罪となる、達橋相乗事件が発生し全国に報道される、こととなる。議決された位置に佳境された。 大正橋が着工した1年後の1916年、なんとか県、軍、保原等の多町村や新立軌道の資金援助を受け、長岡村への鉄道道路併用橋として2代目となる立橋が着工された。資金難を乗り切るため鉄道省から中古の鉄道橋梁のトラスハッシュ桁を払い下げを受け、道省を鉄板時期から杉板時期に変更することとなった。 1920年7月の完成を目指していたが、洪水の影響により、橋桁の損壊があったため、遅れて1921年7月に竣工した。総工費は、当時の価格で168,640円。後に、新立機動線も復旧し1926年、河川柱が増築され改めて電化された。竣工時は、 鉄道用100フィートポニートラスを使った7、軽艦下地式トラス、2軽艦、ガーダー橋であり、第4軽艦はスパンが足りなかったため100フィートトラスを2連、つなぎ合わせ全長、全高ともに2倍に増やし接合した、ワーレントラスになっている。1971年に、機動線が廃止された後、1978年、第5、第6軽艦のポニートラス2連が、 老朽化のために一連はーレントラスに掛け替えられ、またガーダー橋部分の改修により現在の6、景観下た自式トラス1景観、ガーダー橋となった。1979年、50メートルほど下流に3代目となる車道橋が1966年に開通していたために歩道橋に改修された。ありがとうございます。